皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、グランドオープンしたプロスペースを見ていこうと思います。はい、ついにグランドオープンしましたね。外出していて、まあ今5時くらいなんですけど、ちょっと乗り遅れちゃった感じもするんですが、まあ、しっかり選手の能力とか見ていこうと思ってます。はい、ではまあ早速今日ですね、まあ、何をやっていくかというと、まあ、とりあえず、まあ、気になる選手、ホークスで気になる選手の能力とか見ていって、まあ、その後 S ランク契約書とかを引いていこうと思います。では行きましょう。はい、ではホークスの選手ですね、まずとりあえず S ランクから見ていきましょう。いや、今宮選手出てくれましたね。まあ、昨日から分かってたんですけど、能力として68、71、72と。で、まあ、守備適性がデフォルトで B になりましたね。で、チャンス持ちなんですよね。いや、これがでかい。結構ですね、チャンスメーカー持ち、ホークス多かったんで、まあ、今宮選手も2体持ちですね。なんで、まあ、A ランク集めやんなっていう感じなんですが、まあ、とりあえず欲しいですね。では、続いて、千賀投手と。デフォルトで9位、スタミナの同値ですね。で、まあ、球種もそこまで変わってない。まあ、ほとんど変わってない。スロースライダーのあれが上がったかな、球、球の質がですね。まあ、そんなとこかな。いや、わからんす。上がってないかもしれないですけど。まあ、パッと見ですね。はい。でまあ、第3得のタイピンチでしたね。なんでまあ今日ですね、もし S ランクで、まあ、ソフトバンクの選手1人も引けなかったら、まあ、あの福袋を引こうと思ってます。で、香山選手と、まあ、能力というか球種としてはそこまで変わってないですね。ただ制球が1上がったのかな。どっちかといえば球威の方を上げてほしかったんですが、まあいいでしょうと。で、グラシアル選手ですね、能力下がっちゃいましたね。まあ、守備適性は変わってないかな。で、特殊能力も変わってないと。まあ、これはもう完全に2体持ちですね、自分はですね。まあ、2体持ちする人として、まあ、結構リーグ勢の人もですね、ミパ AA の同値なんで、まあ、リーグでもリアタイでもどっちでも2体持ちする価値はあるんじゃないかなと。まあ、そうですね、まあ、2体持ちした方がいいのかな、できる人はですね。まあ、そんなとこですね。はい。で、まあ、他の人を見ていくとあんま変わってないのかなと。あ、アキラさんがファースト守備 B いきますね。あとはそうですね、あとギータの守備適性 B なってくれましたね。いや、自分めちゃくちゃなってほしいって言ってたんで、いや、なってくれてよかったですね。なんでまあセンターギータを守らせて、まあライトで佐々木さんで、レフトは誰守らせてたっけかな。まあ結構ですね、ギータがセンターにガチッと固まってくれたんで、まあ他の選手の起用の幅が広がりますね。あと高橋礼投手の球威が1だけ落ちちゃいましたね。いや、そこが結構痛いんだよな。あとまあ大きく球種変わった選手もそこまで、ああ、石川選手のカットボールがなくなったんですよね。いや、ちょっと石川選手も2体持ちかもしれないですね、自分個人的にはですね。はい、あとはそこまで変わってないのかな。東山選手の球種はまあそこまで変わってないですね。ナックルカーブ1落ちたな、変化量が。とまあそんなとこですかね。いや、落ちてないのか。いや、落ちてないわ、落ちてないですね。多分変わってないかな。ただ球質がちょっと上がったくらいですかね。まあ、あとは牧原さんって守備 B いけなくなってますね。47なんで、62かな、62ですね。なんでまあ牧原選手はもう確実に2体持ちですね。まあ2体持ち、うん、そうですね、当たっても継承はしないかなと。2体持ちするかも分かりません。はい、でマッチのサード適性も上がったのかな。57なんで、まあ多分、72かな。なるほどですね、めちゃくちゃいいな。まあ、デスパさんは、83ってことは25かな、プラス。なんで、56、まあ、そこまで変わってないな。65っすかね。あんま変わってないですね。で、バレンティンは68。まあ、ギリまだミート B も狙える形かなと。はい。でまあ、井上選手ですね。いや、セカンド守れないんですけど、結構強い能力で、能力というか特殊能力が結構いいですね。で、ラインドライブと、右バッターのラインドライブ使ってみたかったんでですね、個人的に。で、パワー型にもできると。いや、これリーグオーダー入ってくるのか。いや、もう入ってこねえや。パワー型の野手は入ってこないですね。ミート型やったらまだわからんやったですけどね。とまあこんな感じですかね。まあざっと紹介していったんですけど、うん、まあそんなとこですかね。あと出てない森選手の球種とか気になるんですけど、出てないんですよね。なんでまあ出てき次第
おいおい、まあ、紹介していこうかなと、おいおい、まあ、紹介していこうかなと、おいおい、まあ、紹介していこうかなと。ではまあ早速ですが、急春到来プレゼントスカウト引いていこうと思います。はい、あと S ランク契約書も何枚かあるんで、まあそこでまあホークスの選手が一人も引けなかったら、まあこっちの10連福袋の方を引いていこうと思います。ではまず1じゃなくて急春到来プレゼントスカウト引いていきます。さあ月、あ演出は変わんなかったですね。さあ調子くん変わらない。はい、おっとリリース失敗していや幸先悪いな。当たるか、当たらないですね。さあでもワンチャンですね、裏演出と裏演出ですねが追加されても出てもおかしくないと思うんでですね、まあ、その辺見ていきたいんですがです。はい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 、さ最後だけと。さあ誰だ。おお佐野さん強いとこ引けたな。佐野さんはこれじゃ能力見れんな、わからん。まあとりあえず佐野選手でしたね。はいはい、ではまあ続いてですね、契約書も一気に引いちゃおうかなと思います。まあ3枚しかないんですけどね、言うて。大会の報酬とスターロードの報酬と最強決定戦の報酬ですね。では引いていきます。もうちょっと多分結構時間かかってるんで演出はスキップでいきます。おっとこれは 30% ですかね、中田選手と。さあホークス、おー福田選手。さあ続いて、おー藤岡選手。いやホークス引けずと。福田選手はチャンスパワー、まあ、変わってないのかな、チャンス。おーなるほど、藤岡選手は変わった気がしますね、ちょっとあんま覚えてないんですけど。さあいや引けなかったな、まあ仕方ないですね。ではエナジー追加していきますと思ってたんですが、まだ引かなくてやっぱいいかなと思えてきましたね。まあどうせ千賀さんですね。いや千賀さんタイピンやったらちょっとどうかなと思ってたんですけど、まあ球種もそこまで変わってなくて、まあリア体で使うならまあもう2体持ちしてるんでもう1体の方使うかなと。でまあ加山選手は即継承できますね。で今宮選手は2体持ち考えてるんでまだすぐ継承できないと。でグラシアル選手も2体持ちなんで継承できないというところでですね、個人的にですかですね、まあ、2体持ちしない人はもう結構引いちゃっていいかなと思うんですけど、まあ、2体持ちするんでとりあえずはまあ福袋は引かないでおこうかなと思います。はい、まあそうですね、まあ今引くよりですね後半の福袋とかで引いたり、後半のミキサーとかで、まあ、S ランクは狙っていこうというふうに思ってるんで、まあ今回はガチャはスルーかなというところですね。いや今宮選手いいっすね、能力上がってくれたんで。いやだけど2体持ち しようと思うんですけど、まだ A ランクが2枚しかないと思うんですよね。なんでまあまだいいかなという感じですね。はい、とまあ本日はまあこの辺で終わろうかなと。はい、とまあ今日はこんな感じで終わろうと思います。また明日以降ですね動画出していけたらと思うんで、ぜひ楽しみにして待っていてください。では本日もご視聴ありがとうございました。伊豆でした。